えちょう、町町はは、東京都江戸川区の地名、町名。現行行政地名は、は江町ち1丁目からは江町ち5丁目。郵便番号は1から3丁目が132の0003、4から5丁目が134の0003。000 1.2、3丁目は住居表示実施済み、4.5丁目は住居表示未実施で、地盤を使用している。 4.5丁目は、1998年の江戸川区の住居表示実施案では、町町名を二の絵一から五丁目に変更する予定であったが、住民の強い反対によって、実施は見送られた。新中川を挟んで東岸に、春江町1.2、三丁目、西岸に、春江町4.5丁目が位置し、三丁目と四丁目の、 間が分断された飛び地型の町域を形成している。ここでは便宜的に、春江町1.2、3丁目を、東岸側、四4.5丁目を、西岸側として記述する。東岸側の春江町に隣接する地域は、北は、新井堀はじめ、2丁目、東は、水江1.3丁目、南は、西水江3丁目、西は、新中川を挟んで対岸に、 一ノ江1.2、三丁目。西岸側の春江町に隣接する地域は、北は一ノ江七丁目、東は西水江五丁目、南は江戸川六丁目、西は一ノ江町、二ノ江町及び船堀七丁目。江戸川区南東、中部に位置する町。北東から南西に伸びる細長い町域を持つが、三丁目と四丁目の間に、新中川が流れ。 さらに、市の江3.7、8丁目が、春江町地区を分断するように開催する。春江町は、南隣の西水江と同様に、新中川海津によって町域が、東西に分断されてしまい、また、道路整備に伴う、土地区画整理事業の中で、春江町の一部区域を市の江に編入したため、このような町域になったものである。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、春江町2の24の14の地点で27万6千円平方メートルとなっている。旧町名の椿の作りと市の絵の甲をとって1938年に春江町と命名したもので、古くからの地名ではない。1938年、江戸川区の町名地盤整理に伴い、 春江町1から5丁目として新たに成立した。1979年、1丁目の大部分が、新井堀はじめ、2丁目となった。1983年には、西隣の市野江地区の住居表示実施に伴い、春江町3丁目の一部と同4丁目の一部が、市野江3丁目のうちとなった。1988年、春江町2.3丁目に住居表示実施。 実施後の春江町2丁目には、旧春江町1丁目の一部と、1の1.2丁目の一部が編入されている。1991年には、春江町1丁目に住居表示が実施された。かつての春江町1丁目の町域は、京葉道路の南北に渡っていたが、前述のように、京葉道路以南は、春江町2丁目に編入。遺北の大部分は、ニーボリめ。 二丁目のうちとなっている。2006年の住居表示実施により、春江町四丁目の大部分が市の上7.8丁目に編入され、春江町四丁目は、新大橋通り以南の強小な地区を残すのみとなった。新大京通り以南、関七通り以西の地区、町名で言えば、 春江町4.5丁目、西水江5丁目、江戸川6丁目、一野江町、二野江町について、江戸川区は、二野江一から五丁目という新町名への変更を予定し、1998年5月1日付の広報江戸川に新町行き図が掲載された。しかし、住民の強い反対により、当該地区の町名変更は見送られている。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域内に鉄道駅はない。しかし東岸側は隣接する水江に、西岸側は市の江に。 それぞれ一路線一駅があるため、地域住民の鉄道交通機関の利用に困難は少ない。以下に、最寄り駅を紹介する。東岸側は南北に京成バスが湖76、京都を運行。小岩駅を起点に、駅内の名主屋敷から、水江駅方向と市の江駅方向に枝分かれする。過去には、都営バス、新、 小29をつ系統が東新小岩4丁目から新小岩駅、市野駅を通り、水江公園の前にある春江町終点まで運行していた。東西方向には国道14号へをと A バス線28系統が船堀駅と篠崎駅を結んでおり、駅内では春江団地停留所と西堀1丁目停留所が利用できる。 西岸側は火災工業高校前停留所が4丁目の、関7条にあり、市の駅や火災駅方面へ多数運行している。また、駅内を南北に、平ら23系統が、平井駅と火災駅を結ぶ。AB、町長目別世帯と、人口、年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB、 郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。AB。郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。町長名別通学指定校一覧。江戸川区。 2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校学校選択制のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。